はい、おはようございます、純也です。本日5月2日、現在の時刻が9時40分でございます。例によってですね、ちょっと朝のドライブをしております。5月2日、ゴールデンウィーク、自分にとって、初日でございます。はい、世間は、世の中は昨日からお休みの方多いかなとは思いますけど、僕は今日からでございます。はい、5月2日ですね。といえば、ヒデさんがですね、元 XJAPAN のギタリスト、まあ僕にとっては X ですかね、 X のギタリストのヒデさんが、まあの命日ということで、今日はX ですね、 X のことについてちょっと語りたいなと思います。まあX についてはですね、もう語り尽くそうと思ったらもう100年ぐらいかかりますんで、まあ改めてまた、まあいろいろこうテーマをですね設けて決めて、何回も語っていきたいと思いますけども、とりあえず今日は、ヒデさんの命日ということで、X をちょっと語っていきたいなと思います。今かかっていますこの曲が、まあ、ヒデさんのね、楽曲サディスティックデザイアですね。まあヒデさんといえば、何でしょうかね、まあ一般的にはやっぱりソロアーティスト的なイメージが強いのかなとは思うんですが、まあ僕としてはですね、ヒデさんはあくまで X のギタリストですね。 XJAPAN ではないです、 X のギタリストですね。まあ X について語る、まあ今日はヒデさんをピックアップして語っていきたいなと思いますけども、そうなんです、 X、 もう僕にとっては X のギタリスト、やっぱりX っていうバンドはやっぱりインパクトですよ、最初の。もう正直はっきり言って、まあ当時中学2年とか中3ぐらいの頃ですね、僕がね、まあ、そんな時にですね、やれサウンドだの、やれなんだろう楽曲だの、そんなことは二の次だったんですよ、多分、おそらく。やっぱり見た目、特に逆立った髪ですね、やっぱりそのあたりがやっぱり一番インパクトがあって、そこから入っていったんで、で、まあ、そのビジュアルといえばやっぱりヒデさんなんですよね。ヒデさんのやっぱり奇抜なというか、もう目を奪われますよね、あれはね、本当に。金髪をですね、扇のように逆立てて、バンダナをしてですね、で、メイク。で、ギタープレイっていうのは、僕ははっきり言って、なんて言うんでしょうか、ヒデさんのギタープレイは好きです。はっきり言って好きです。で、まあ、テクニカルなプレイではないですし、それほどなんて言うんでしょうか、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、ギタープレイヤーとしての、ヒデさんというよりかは、やっぱり、まあ、アーティストとしてのヒデさんの側面の方が、やっぱり、まあ、当時から、だし、今でもそうですし、やっぱり、ギタリストというよりは、アーティストっていう感じですかね。まあそれでもやっぱりそのギタリストというところを、まあ、焦点当てて、やっぱり僕は語っていきたいというふうに思いますね。まあ、何でしょうかね、その X っていうバンドに対するそのやっぱり貢献度、アレンジ、まあ、タイジと共に作り上げたって言ってもいいとは思うんですけど、まあシンプルにギタープレイだけ見てもやっぱり名リフのやっぱりオンパレードですよね。
あの本当にリフがもうかっこいい、あとそのなんて言うんでしょうかね、まあまあアレンジっていう点で言えば、例えばウィークエンドとかあの辺の曲のやっぱりギターのアレンジ、そのパタさんとのコンビネーションによるアレンジっていうのもものすごくこうもうなんて言うんでしょうね、あれ以上ないっていうか、うん、あのもうこのメロディーしかないっていう、もうそういう感じなんですよね。だからそのねむちゃくちゃなんか早弾きするわけでもなく、なんかテクニカルなことやるわけでもないんですけど、本当にこうなんていうかツボを得たというか、もうこれしかないっていうギターサウンドだったと思いますね。で、まあ、今テクニカルではないって言ってました言いましたけど、決してそんなことはなく、ヒデさんっていうのは、まあ実はタッピングニストなんですよねもう大体どの楽曲においても初期の頃のギターソロってほとんどタッピングが入ってんじゃないかなって思うんですけど、まあかの有名なサイレントジェラシーにしても、ウィークエンドはいわゆるシングルバージョンではギターソロちょっと変えてるんですけど、アルバムバージョンではまともにタッピングしてますね。まあそういったそのソロの構築術っていうのもすごく好きで、どう考えてもやっぱりマイケル・シェンカーとリッチー・ブラックモアからの影響がものすごく強いなっていうのはもう一聴すればもう同然なんですけど、でもその辺のそのオーソドックスさとこうカチッとした感じのそのきちっとした構築美があるっていうのがとっても僕は好きでしたね。ギタープレイヤーとしてはそんな感じで、であとやっぱりまあ今のサディスティックデザイアもそうですし、あとまあ隠れた名曲と言ってもいいでしょう、このミスキャストっていう曲とか、あと何でしょうね、あいいですねこのギターソロがね、ヒデさんのもうリッチブラックモアそのままね、あとそのロックンロール系ですよね、ジョーカーとかセレブレーションですよね。本当にかっこいい曲ですよ、本当にヒデさんの曲、まあ方向性としてはそのミスキャストとかサイディスティックデザイアっていうのは、まあ、いかにもそのヨーロピアンスタイルの、まあヘビーメタルハードロックっていう感じ、まあ、パワーメタルって言ってもいいのかな、ですね。本当に何だろう、まあ、アイアンメイデンとかがやりそうな感じの曲なんでしょうけど、まあヒデさんはもうアイアンメイデン大好きって言ってましたしね、こういうメイデンみたいなあんな曲作りやってもいいんだっていうふうにも言ってましたね、インタビューとかで。まあ曲作りに関して本当にまあサディスティックデザイアミスキャスト、あとそのジョーカーセレブレーションといったそのアメリカンテイスト の, そのロックンロールっていうのも実はそういう曲でも必ずと言っていいほどツインギターのソロがあるんですよ。そのツインギターのハモリっていうのものすごいこだわりを持ってったみたいで、本当にそのあたりも僕はものすごい好きでしたね。ヒデさんの曲作りとってもセンスを感じた、感じるね。まあ、それがそのやっぱりタイジがいた頃の X、にものすごくやっぱりヒデさんっていうのはタイジと一緒にっていうのもありますし、タイジとヒデとヨシキのこの三頭政治っていうのがまさに初期の X のそのもうまあ醍醐味というか、はい、まあレインボーのリッチ・ブラックモアとロニー・ジェームズ・ディオとコージー・パウエルじゃないですけど、そんな関連性も感じるような感じだったんですよ。その中でやっぱりねヒデさんというのは非常に大きな、まあ当たり前なんですけど今更、まあ音楽的にも本当に素晴らしい、
で、あのビジュアルですよね。もうなんか本当に憧れましたし、なんかヒデさんがこう画面に映るたんびに、おーヒデかっこええって素直に思いましたもんね。はい、ジョーカーですね。本当にかっこいい曲ですね、これ。本当にいいメロディーがいいですしね。はい、まあ、というわけで、その X 時代のやっぱりヒデさんっていうのがやっぱり自分にとってはヒデさん、まあ、あのソロにして、ソロ活動のにしてもやっぱりいい曲たくさんありますね。本当に、うん、シングルになった曲もみんなかっこいいですしね、うん、また改めてね聴いていきたいなっていうふうに思いますしね、うん、まあ、パンクがヒデさん好きだっていうことで、もろにパンクだって、あんまり その辺はちょっと興味ないんですけど僕は。どうしてもやっぱり X の頃のヒデ、さんにやっぱりこうね注目してしまいますし、まあ、やっぱり思い入れも強いです。うん、当時高校生だった時にね、あのヒデさんのかっこよさっていうのはやっぱり、まあ、なんて言うんでしょう、その X っていうバンドはその誰かなんかすごい楽器のヒーローがいたわけでもないバンドだったと思うんですよ。みんながヒーロー、みんなが主役っていう感じだったので、その中でヒデさんはヒデさんのかっこよさっていうのがあったので、まあ本当に、まあ、結局のところ X ってすごいバンドだったなっていうふうに結論的にはそうなっちゃうんですけど、はい、まあ、というわけでですね、今日はあのヒデさんの、まあ、命日23回忌なんですね。もうそんなに年月経ちましたかね。本当にあの、うん、まあ X がそのねメジャーデビューのオリジナルメンバーでの復活が永遠になくなってしまった日でもあるんですね、今日は。本当にね、うん、すごくそれは未だにやっぱりなんかこう、なんて言うんでしょうかね、まあ、わだかまりというか、なんかそんな感じで自分の心の中には残っちゃってるんですけど、もうこれは一生消えることはない。それほどまあ X っていうバンドは自分にとってはもう人生の始まりと言っていいですし、うん、まあそれまで15年間とそれ以降の人生っていう感じ だともう思うんで、本当にね、今更ながら本当にヒデさんに対してはものすごい思いというか、まあ、感謝の気持ちもありますしね。本当に自分にねロック、そしてギターっていうかね、ステージでのその華やかさっていうものをね、本当にこう教えてくれたっていう意味では、まあエディ・バンヘレン以前の本当に出会ったミュージシャン、その洋楽以前のロックショックっていうことで、初めて本当にロックがかっこいいって思ったのが X っていうバンド、そして、ギタリストのヒデさん。まあ、もちろん X は全員かっこよかったので、たまたまその自分が今ギターを弾いてるからなんかこうヒデさんの影響もあるのかなというふうにも思うんですけど、はい、今日はヒデさんについて語りました。またね本当にへったくそな喋りで申し訳ないとは思うんですけども、またねこんな感じで今後もいろいろ語りたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ヒデさんの、今日はヒデさんでしたね。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう。純也でした。